はい、皆さんこんにちは。大岩スポーツプロスタッフの五明です。今回はブーツの、選び方ですね。どういった基準でブーツを選んでいくといいのかっていうのを大岩スポーツ流でお話ししたいと思います。ブーツを選ぶ上で大切なポイントいくつか、あるんですけれども、まず一つ大事なのは足の実寸をしっかりと測ること。こういった、メジャーですとか、計測器使って必ず自分の足の長さ測りましょう。普段履いてるスニーカーのサイズとかっていうふうに言わないで足をしっかり見ましょうね。それからこういった長いソックスを履いた上で、ブーツを試し履きすること。結構長さこれあることによって足のボリュームだとかそういった部分が変わってきますので、ここもポイント一つです。それからブーツフレックスっていう硬さですね。見えるかな、110ってこれ書いてあるんですけれども、この数字によって硬さが変わってきます。でこの硬さが変わると上級者、スピードを出せる方が適したブーツなのか、もしくは初級者中級者っていったところに向けたブーツになるのかっていうのが変わってきます。でこれだけだと普通です。どこのお店でもやっているであろうポイントですね。で大岩スポーツとしてはこれ以外にもう一個重要なポイントがあります。それがバランスです。バランスと一言に言っても、いくつかあって主に3つ存在します。1つは垂直に地面にドンと力を伝えていけるポジション、はい、こうやってまっすぐ立ってしっかりドスンと地面に垂直にポジションを、取れる、このバランスが1つ。これも、ブーツが今ない状態で僕こうやってバランス取ってます。これだと皆さんうまくポジション、取れるんですけれども、ブーツ、スキーはブーツを履いて行うスポーツなのでバランスが変わってきます。例えば同じアトミックのブーツでもこの高さが、ブーツの高さが全然違います。あとはこの前後のさっき言った角度も変わってきてしまうので、ブーツのバランスにすごく依存します。それぞれのブーツが持っているこの特異性によってバランスがある程度制限されてしまうんですね。なので自分の、バランスに合ったスキーブーツを選ぶっていうのが大事になります。また骨格だとか筋肉のつき方によってその自分のバランスが取りやすいのか取りにくいのかっていうのもポイントです。それから左右、こういう足のね内股だったり、外の裏股だったりいろいろあると思うんですけれども、この左右のバランス、カントって呼ばれるやつです。このブーツレクザムっていうブーツとフィッシャーって言います。レクザムは外側に少し体が、行きやすいバランスが割れているこういうブーツですね、極端に。で逆にフィッシャーこっちは少し内に絞るようなバランスになりやすいブーツになってます。その辺の左右も変わってきます。もう一つが前後、前傾角が少し強いのかそれとも起きているのか、ここによってまたバランスが変わってきます。上級者それから初級者全て前傾が同じではないです。出すスピード域や滑る斜度によって急になればなるほどある程度前傾角はついていた方がいいし、逆に緩いところまたは、スピードあんま出さないゆっくり1日滑るよって人なんかは前傾角はそんなになくても問題はないです。ただしメーカーによって前傾の角度が変わってきます。これご覧ください。サロモンとラングなんですけれども、サロモンの方が少しこの角度がきつくなっているの分かりますかね。はい、これ一つ取ってみても前後のこのバランスが前に行きやすいのか起きた状態で後ろで立てるのかっていうので変わってきます。この3つを
総合的に判断してブーツを選んでいくっていうのが、大岩スポーツで重視しているポイントになります。はい、ということで今回はゲストの方をお呼びしておりますので、その方に実際にいろんなブーツ試し履きしていただいて、どのような違いがあるのかというのを感じ取って、それを皆さんにお伝えできればと思います。